セカンドシーズン第6回戦、出場選手の入場です。一日産エンターテイナーズヒデツ、全てが未知数のパチンコ YouTuber、 初となる大人数での舞台でどんな風を吹かせることができるのか。ガーデンユナイテッド二郎、ファーストシーズンの個人成績は5位、ガチで揃えたメンバーを率いて完全優勝を目指す。マルハンフォースエナジー七瀬静香、しずちゃんの愛称で親しまれる彼女、業界歴13年のベテランがチームを裏で支える軸となる。飛行なサンクス牛尾、ファーストシーズンの個人成績は15位、もう後はない、今シーズンは汚名返上のための戦いだ。チリセブンリーグ第6回戦、本日、なぜ僕が喋らせていただいているかというと、今回今シーズン初、この一日産エンターテイナーズさん、ホーム戦、そして、関西初収録でございます。その前にちょっと僕お伺いしたいんですけど、牛尾さん、僕のことをご存知ですか？知ってますよ。あ、知ってる。あの車の中で自己紹介してもらって。いや、ちょっと待って、知らないって言って。で、そのなんか、なんですか、はい、自分初めてなんで、はい、僕のこと全く知らない程度やっていただいてもよろしいですかって。さすが、そのマネーもあれやし、二郎さんに僕このまま知らない知らない知らないで、お前は知ってるやろってやりたかったんですよ。で、遊びじゃねえんだよバカ。おい、いつまでもダラ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 と何をいかなり入れやがって。状況分かってるんですか君は。状況はでも、キコーナさんの方が今のところ全敗で。全敗なんですか？一回も買ったことないんですか？とうとう寝てたやつら起こしちゃったね。怒ってる。君ら。めちゃくちゃ怒ってる。今、マイナス操作枚。じゃんバカが。熱いよ。バカが。こいつもこいつももうひどいんだから、本当に。君とはどうなの？僕のところは、どうだろう今日。いっぱいで、あとはもう全勝してて、ガーデンさんに続いて今2位で。すごい。お前ね、ホーム戦で結果出す。これマジ大事です。なぜか。宇宙さん、キコーナチームだろ。はい、俺8月、来月、はい、キコーナさんのイメージキャラクターもらってるから、キコーナさん、ありがとうございます。これイメージキャラクターまでやるんですか？空いてる日、全部ください、はい、こういうこと。こういうこと。ちょっとなんか癒着じゃないですか、空いてる日全部くださいみたいなのは。は大丈夫なもんですか？お前んとこはどうなんだよ、はい、ガーデンさんはそんなに甘くありません。仕事もじわじわ減ってます。ガーデンからいただく仕事も。なるほど、はい、ガーデンから仕事を得る一定の距離があります。ジャンバリアクビになる。はい、クビになったわけじゃないです。牛尾さん、何ですか？どうするんですか、そんなことで。牛尾さん、クビで、あ、すいません。今日サービスゲームやから1位って、ね、メンツ見たら分かるでしょうよ。適当にパチンコ打つやつ、セブンリーグ全然知らんやつ、知らん、リーダーのくせに1回落ちてるやつ、全員弱いやね。強いやつ1人もおらえないから。じゃあ俺がお前の位置にいたら、はい、今日は楽勝だって思っちゃう。雨強なってきたよ。じゃあ、触れて私にも触れてもらって、から初出場ということで。あ、そうなんですよ。新しく入りました七瀬静香です。よろしくお願いします。今マルハンさんがマイナス800ポイントぐらい、はい、そうなんですよ。今連続で1位1位っていい流れで来てるんで、はい、私次第で今日プラスに転じていけるかなって。どうやってやるの？どうやってやる？どうやってやるの？今日初戦だろ。はい、今日何やるの？意気込み的な。意気込み的な。真面目に打つ。すごいいいかも。そうやって甘やかされて育ってきたよな。真面目に頑張る。趣味打ちやん。違う、それそれジロー君のやつ。お前も完全に趣味打ちやん。それジロー君のやつ。ジロー君の名言です。出たと思ったら打ったらいいし、声ないと思ったらやめたらいいし。皆さん、じゃあ今からガチガチの実践、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。3-7 リーグでは6つの法人チームが全44回の実戦を行い、トータルの獲得ポイントが最も多かったチームが優勝となります。実戦時間は6時間。パチンコ、パチスロ、どちらの実戦でも可能です。パチスロは1枚につき1ポイント、パチンコは5玉につき1ポイントで計測します。実戦バトルは6チームのうち4チームから各1名ずつが出場。チームが所属する店舗での実戦はホーム扱いとなり、ホームチームは 1.5 倍のポイントになります。また実戦時の順位に応じてボーナスポイントが加算されます。1位が1000ポイント、2位には500ポイントが与えられます。そして4位のみ500ポイントが減算となります。こちらのボーナスポイントはホームポイントが適用されません。また各チーム2回ずつのチーム戦が行われ、こちらの実戦でのポイントは 1.5 倍となります。さらにシーズン中に2回のルーキー実戦があり、6名で実戦が行われます。
こちらはサマイスのポイントではなく順位ポイントのみが加算されます。栄えある優勝に輝いたチームには総額318万5000円、準優勝チームには総額103万円が進呈されます。そしてシーズンで最下位となってしまったチームは37リーグから脱退となります。いやいつもねここ僕来させてもらってる店舗さんなんで、なんか今日はまた違った雰囲気でしかもね先ほども受賞さんねおっしゃってましたけどホーム戦なんで、僕前回の時はね関東の方に行かせていただいて手柄しちゃったんですけど、今回はホーム戦で負けても勝ってもポイントがね 1.5 倍されるということで、とりあえずもうできる限りのね視力を尽くして今日はこの 1,2,3 さんのため、そしてチームのために頑張りたいと思います。まずはね抽選勝負、気候のサンクスさんたちって皆さん一人ずつ出てるんですよね。これみんなそういつもそう。あ、そうなんですか。これ何にも分かってねえな。あ、違う、うちのところは結構バラバラなんですよ。あ、何なんで、ちょっと詳しく聞こうか。揉めてますね、変てこなことを揉めてますか。なんか決めてきてる。違う、酔ってる。なんでなんか気候のサンクスさんはメンバーが一人ずつ順番に今出てますよね。あ、要は2回続けて誰かってことがないってことが言いたかったのね。はい、そうですよね。今のところはねみんな負けてて、そう僕一緒にやった時ガッと石神ヘラヘラしながらめっちゃ負けてました。そうだろう、ヘラヘラめちゃめちゃヘラヘラしてました。おめえは勝たなきゃダメだろってポジションで入ってきてるからです。はいはいはい、そうっすよね。そういう感じ。強いですね。1位ですもんね。もう本当もうこのお店のことも何でも聞いてください。この番号を引いたんですけど何言ったらいいですか。聞きません。え、向こう3人で今撮ってるんですか。もう3人でオープニングみたいになってるんです。で僕だけここなんです今。めっちゃ楽しそうですね。あ、出た。あ、お前、おい、やったな。やったな、お前出た。いや、出てないです。今出たな、列から。整列の列から出たよね。出たよな、今な。ホーム戦やったら、なんでもありな。ホーム戦は、お前、それがありだっていうことはって話になるけど、ここカットで、今の、全部。ただ、ワイワイしてて、僕寂しかったんで、ちょっとつい行ってしまいました。ごめんね。やっぱり、諸先輩方のね、この圧倒的なこう圧に負けないように、大事なのは今から抽選の、まずここでマウント取ります。運命の抽選。あー、前90、いい、この流れはいいぞ。頼む。あー、245、2桁、せめて2桁。ありがとうございます、頼みます。いい、すごくいい。お願いします。はい、うわ、もう最悪だ。すいません。まあ最悪の最悪は免れました。思ってる機種の中からどれかはいきます。なんとか頑張ります。245番。何番。いや130。まあまあ、じゃん。長い。え、長い。な、何取ってんねんけど。僕も撮ってます。あ、もう撮ってんのか。いろいろと狙い機種があったんですけど、この番号ではちょっと厳しそうなんで、しっかり考えます。あんまり良くはないけど、フレキシブルにやろうと思ってそもそも来てますから、これは想定内、全然問題ない。370/80/59ということで、すげえいい番号来ました。で今日はですね、まあ、極み T シャツ黒白の景品が導入されていると、多分僕の記憶とかデータとかいろんな人の話聞く分には2日連続でやるのは初めてで、前日6台並びが8箇所かな、もしかしたら9かもみたいなぐらい入ってたんですよ。なんで昨日収録やったとしても、ふさわしいぐらいめちゃめちゃ出てましたね。で出てたところでいうと、カバネリ、コノスバ、イニシャル D、番長ゼロ、バイオ、北斗、ファンキー、マイジャグ、カラクリで、バラエティーかな、でもしかしたら番長4もっていうような感じで、そういったところには並びで入ってたんで、昨日とは違うところを狙いたいと思います。まあ、もちろん昨日と同じところ入ってくる可能性もあるんですけど、昨日やってないところを狙いたい。で今日例えばじゃあ万枚出してくださいって言われたら、喜んでバルブレイブ狙いに行けるぐらいバルブレイブの状況は多分いいですけど、僕が大事なのはやっぱプラス1000枚プラス1500枚っていうところの方が大事だと思ってますんで、まあ、取れないと思うけど、この番号で昨日カバネリのボックスのところが半分18台並びやったんちゃうかなっていうような感じなんですよ。1台ちょっと怪しいけど、なんでその逆
カバネリの裏側のところ、だからカバネリから、並びでいうと延々とか鬼武者とかパルサーまで並びのところを狙ってます。そこまでやるんじゃないかなと。でもしくはこの番号なんで北斗取れるんじゃないかなと思いますので、聖夜から北斗の並びとかあたりを狙っていきたいなと思ってます。あ、ドキドキしてきた。昔バレーボールやってたんですけど、その時の3位決定戦の時のホイッスルが鳴る時ぐらいの感じ今試合の始まるでも3位決定戦なんですけどねあの時めっちゃ緊張したからな。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カバネリどんなもん。無理か。うわ1台ある。うわ目の前で取られた。目の前で取られた。マジか。いやこれどっちかなんすよね。北斗はここ788までが6台並びで入ったんで、こっちの右側かセイヤとの並びにするかどっちにしようかな。こっち側の北斗の方が強いイメージあるんすよね。角から6台っていう可能性もあるからこの3台目にします。おはようございます。待って、カバネリ取れるんだけど。マジ？カバネリ取れます。空いてるよね。迷ってる暇はないな、これは。あ、無理なんだよな、絶対出ないもんな。はい、ないですね。主要なとこは埋まっちゃってるんで、パチンコをやろうかなと思ってたんだけど、ちょっと一瞬やるか。ああ、この店の置き時は生きておる。すごい昨日多分5000倍ぐらい出るけど、一旦やってみっか。一旦な。よし。でやっぱり僕が狙ってる口、とある埋まってるってなると、次のちょっと第2候補。あーでもすごい。あ、いい、これいい、めっちゃこれいきます。誰かこのレールガン。セカンドシーズン第6回戦実戦開始。それではスマスラ北斗の拳でございます。感覚的にはですね 70% ぐらいかな、積もってると思ってます。できればねカバネリ行きたかったんですよ。でカバネリ行きたかった大きな要因の一つとしては、カバネリはまず入るだろうというところと、前日やってるんで、やってないところ座ればもうそれでいいと。なんで、座れれば僕の中では、まあ、99% ぐらいあるんじゃないかなと思ってました。北斗はですね、全何台あるかちょっと覚えてないんですけど、左側でこの右側で後ろ側と、まあ、3ブロックに分かれてて、昨日左側やってるんですよ並びを。なんで今日はこの右側ないしは後ろ側の2択かなというところではあるんですが、完全にこっち側の方が強い。聖夜側よりも北斗で1列並んでるところの方が対象になりやすい、まあ、並びで入ってることが多いということで、今日は北斗からスタートでございます。で今回、この一日さん岩岡店さんで立ち回るにあたって、もっくんがいろいろと教えてくれました。もっくんとマルハの水木ちゃんで番組をやってるらしいんですが、その時の状況なんかを事細かに教えてくれまして、まあ、前日下見来ることによってその精度がかなり上がったと。本当もう100分は一見にしかずというか、まあ、やっぱ自分の目で見るの大事だなと思いましたね。いかんとこかなと思ったんですけど、ホテルから遠いし、なんかタクシーで 3,4 千円ぐらいかかったんで片道。まあでもそれぐらいの価値はある。下見で得た情報も多いん ですげえモックに相談しました。今日ここ入ってるから明日あっちかなとか、すげえ相談して遅くまで付き合ってくれましたね。なんで狙い台絞れましたから、今日はしっかりと勝つだけ。あと僕に残されたことは勝つだけ。はい、それではですね、
私なら静香の初戦カバネリを取りました。打っていきます。さあ改めまして、37リーグをご覧の皆様はじめまして、マルハンフォースエナジーに新しく入りました七瀬静香と申します。普段どんな風に私がパチスローを打っているのかっていうのを今日初めて見るっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですが、いつもは本当結構一撃性の高い機種を打ってます。カバネリとかバルブレイブとか筋肉マンとかが大好き。今日カバネリを選んだ理由なんですけど、あやちゃんリーダーの水木あやちゃんがこちらのホールさんに結構来てて、その時の店内状況とかから第一候補にカバネリ、そして北斗の拳、スマスロ北斗の拳ですね、この2機種が、強いっていうのを聞いていたので、抽選番号が良かったらそこから行こうっていう風に、取れないだろうなって思って入場したら取れたので、はい、カバネリを狙い台が取れたということで、しっかりと出玉を作って打っていきます。それじゃあ沖ノ木からやっていきますけども、沖ノ木の島に一番乗りだったんだよね。であわよくばカニ歩きしてやろうかなとか思ってたんだけど、気がついたら満台です。とりあえずチャンスボード狙いということで、早いのが引っかかるかどうかまず見て、でダメだったらもうその段階で考える。もう悠長なことは言ってらんない。ご覧の方にはもう言うまでもないと思うけど、現状キコーラサンクスチームは最下位に甘んじてますから、なんとかいい位置までやっぱ持ってきたいと。でトップとの差が1万ポイントぐらいだから、理屈じゃなくてもいっぱい出す、これだけ。よし、じゃあ、レールガンのね、ミドルタイプけどね、ライトミドルっていうかな、239分の1の台ですね。ちょっと朝一打っていきます。カスタムは先読みチャンスで、もういつもね、僕もう本当の腐るほど打ってるんで、もうトワルケに関してはもうレールガンに関しては得意機種だと思いたい。そうでね、123エンターテイナーズ、我らが今回ね、ホーム戦ということなんですけども、今のところね、初戦、日直島田さんで、そして2戦目幸太郎さんで、3戦目僕で、4戦目でまた島田さんに続き、今初のホーム戦なんですけど、で島田さん直近でね、1位取られたみたいなんで、でその時のね、グループライン僕らあるんですけど、そのグループラインでね、もう島田さんのもう嬉しそうにグループラインすぐもう報告来て、僕もめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、島田さん可愛いと思っていやでもね、嬉しいの気持ちめっちゃわかるんで、でも本当さすがリーダーやなっていう、初戦のね、その負けを本当1回で取り返してもらったっていう、いやここはちゃんとうまいことつなげないとね。でやめ時なんですけど、すんごいハマったらやめます。北斗ってむずいじゃないですか、推測なんだかんだ、いやもうバリ6だろうって分かるときはありますよ、ただ分かんないときがあるんですよ。もうマジで子役引けずにダラダラ当たっちゃうか、ダラダラしちゃってみたいなときは分からんときがあるんで、それに関してはね、もうこうやって展開よく中段地で引ければ初当たりも取ってメダルも持てるんですけど、例えば朝一800ハマりました、っていう台でその後すぐに違う人が打って金トロフィー出ましたみたいなことは何回だって経験ありますから、6はねちょっと別格な部分ありますけど、5とかになると分かんないと思うんで、で今日は6だけじゃなくて5も狙い目というか、入ってると思いますんで、そういうことを考えるとちょっと安易にはサクッとやめてみたいな感じではないですね。投資5本、中段ジリからですね。158ゲームちょっと回り見に行きます。変なタイミングですけど、今シーズンから私が新加入になって、で幸太郎が脱退になってしまって、でその前シーズンマルファンフォースエナジーを応援してくださっていた方たちに、やっぱり幸太郎はめちゃくちゃ愛されていたんだなって、決起集会の時のコメントとか読ませていただいたんですけど、幸太郎がね
抜けちゃったことを悲しく思う方が本当にたくさんいて、それはもうマルハンを応援してくださっている方だけじゃなく、こう37リーグをが好きな方、こう皆さんにすごい愛されていたから、孝太郎との枠を埋めるっていうことはできないと思うんですけど、でも違う形で優勝っていう形の一員としてお仕事をできないといけないなと思います。頑張ってな。なんで笑ってる？頑張って。北斗でしょ？よかったやん、カバネリ取れて。北斗でしょ？はい。なんでそんな余裕な感じなの？違うみたいな、なんかもう俺は全部知ってるからみたいなさ。いや、ほんまに分からんねんけど違うと思う。待って待って分からんけど断言できるってどういうことです？こっちやってんのよ昨日、だから多分みんな避けてると思う。だからみんなこっち埋まったんだろうなって。だから北とかカバネリかなと思ったんだけど、北斗でしょ。なんやその見据えてますみたいな。いやもう絶対そうだと思ってたから、ごめんね。あ、もう当たってはいる。当たり前、何言って、何時間経ってんねんな。いや30分、もう入って30分も経ってんねんからまだ当たってないとかないよ。何やってんの、ダラダラすんな。プレゼムリーグ遊びちゃうぞ。厳しい。あ、すいません、それはすいません。さあ1セット目頼むよ、マジでめちゃめちゃ大事。とりあえずこれ継続すればプラス。にゃー、押しない。もうひくっきゃね。トロフィー出てくれません。もうこの際くー、厳しい戦いだ。ちょっともうマイスロ開いてる人おらん。やめる気ってこと。ちょっともう一回見に行っていいですか、店内。イエー、昨日強かったとこ強いな、めっちゃ当たってんな。同じとこやってる説ある。ここです。1、2、3、4、5、6、全部当たってる。早くね。昨日やってるところに関しては入らないだろうっていう読みです。入ったら全部崩れます。これでもう100なんだけどさ、これでだから要はチェリービーが3回落ちてますとかさ、みたいなことでもあったら多少は話変わるんだけど、そうでもねえしな、てかゼロだしな。パチンコもまあまあいいっていう話なんで、なので一発パチンコで大きいのを狙いに行くんだとしても、おいしょい、また微妙なとこだったな。これ引っかかってたな、136、ちょっと話変わった。だからこれが逆に地獄の一丁目みたいなことにならねえか、大丈夫か。これで上がっちゃうみたいな。うん、手っ取り早く。本当は置き時は朝2ですから、さっと天国。これ32だから、これ上がらず2回目の初当たりをさっさと引くこと、それだけ。で、そうで、ちょっとレールガンのこの軽くスペック説明しておきますか。初めに言ったんですけど、239分の1のこうライトミドルタイプで、でラッシュ出力率がへそからの直通込みで約 50% で、ラッシュに入ると、まあ、ST になるんですけど、まあ、継続率が次回濃厚の当たり込みでそれも約 80% と。で、まあ、当たれば右で半分が2000発以上っていうね、こうミドルとは思えない、まあ、ライトミドルとは思えないぐらいの破壊力を秘めたスペックでございます。で、まあ、その分球持ちがもちろんいいで、おいあれ
なんか言ってたやつと違うやつじゃない？もうやっぱり僕効果ですぐ埋まったんですよ。へえー。俺が入った時にもちょっと座ってる人いたから。あ、そうなん。ほんまにめっちゃ早かった。まだ当たってないか。いや、もうまだ数回、13回ですよ。早回さない言われてめっちゃ焦ってんすよ。 まだ当たってないんや。でも頑張って、はい、今日も僕頑張りましょう。お互い、はい、あります。前回ほどヒデピさん緊張してないんで、あの前回目ガン決まりやったんで、ね、大事な400補充。いや、復活。よし、そして16本。ここ今日1回目。ほい、ほら、矢次郎です。チャンス目を引かないと何も始まらない。全然溜めれず。残念。ちょっと20本使うまでに ST には入れたいですよね。私の中で今日20本使うまでにその ATART とかやるっていう目標で来ているんですよ。ちょっと甘いかもしれないんですけど。隣のお兄ちゃんも朝15ゲームで当たってもう間もなく500なんだよね。いい立ち上がりっちゃいい立ち上がりなんだけど、ちょっと時々の朝の悪いところでやってるね。本当はね、1回打ち始めたら上がるまでは常々やるようにしてんだけど、いや今なんとなく北斗のラッキートリガーやろうかなとか思ってんだけど、この次ね、なんやかんやラッキートリガーの出現率っていうのかな、1000分の1ぐらいなんだよね。なんでまあ半日打てばまあ1回ぐらい入る計算なんだけど、裏返すと半日に1回ぐらいしか入んない計算だから、やるならさっさと行った方がいいと思うのよ。よかった。今チェリー B が3回って言おうと思ったんだけど、うん、でまあ317、全部で14本。まあ、うん、取り立てでいいとこは今のとこはないんだけど、でこれで上がって初めて、まあ、うん、まあよかったなとなるわけで、この朝にね、ただこの朝にが引っかかんないと、おい、ここで止まるべきでした。ここで止まるべきでした。ここで1迷惑。これで戻り後抽選もしてるはずなんで、ちょっとぽっちゃりにちょっとさ、プレッシャーかけに行こうぜ。おーおーおー、びっくりした。頑張ってんじゃん。え、何？いや、一回当たったんだ。はい。え、朝何ゲーム？ 159 ゲーム？え、もしかして天国上がったんすか？まあいいや、じゃあ一言だけ言っとくわ、はい、面白かったよ。調子いいですね、吉尾さん。僕前回のね、初めての時の、海の暴れ時から入ったんですけど、U タイム込みで99分の1で300回転以上ハマってるんですよね。結構自分ではスロースターターじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっと今日それ起きたらちょっとやばい、ね。そのリーダーのね、島田さん、結構僕が初戦結構もうガチガチやったんですよ。もう本当にこういう形式でもう撮影させてもらうっていうのも初めてやし、もう大御所の方ばかりとね一緒に絡んで、初戦ね僕がめっちゃガチガチで緊張して終わった後にね、こうグループラインというか、まあ、個人的にラインでね、大丈夫やったかいって声かけていただいて、でなんかもう気にせず自分らしくやったらいいんだよって言っていただいてね、本当にめちゃくちゃ本当にいい人で、結構表ではね島田さん、まあキャラって言ってあれなんですけど、結構ガーって言わはるキャラじゃないですか、毒舌で。裏ではね本当にこんな人いるんかなっていうぐらいも仏、何してもやっぱ笑ってええよええよ言うてくれて、まあでもしっかりちゃんとアドバイスもしてくれる、まあいい兄貴分と僕は思わさせていただいてるんですけど、まあ YouTuber としての
だから島田さんがね、あんな初戦で真面目に頑張ってる姿を見るとやっぱり自分も頑張るんだなって。で一応今分母の、ね、239回転超えました。でパチンコで、239分の1とかの、ね、あの分母を超える、まあ、分母以内に当たる確率っていうのが大体 64% ぐらいなんですよね約。まあそういう意味では前回も今回も初めの 64% は引けてないと、ちょっと引き弱っすね。まあでもこっからなんでパチンコは。さあ気づけば到達したくないところに到達してしまいそうです。これがもう最後の投資、今日最後の投資にする。さあ赤はい取りました。総投資が22本です。ここからです。頑張ります。まあ、投資分とかじゃないな、1000枚ですね、やっぱカバネリなんで。さあここからですよ。大連チャンさせます。はい、運命ビバお兄弟なんだよね、生駒さんなんでも 25%。 あでもここで引いてるか。あ、当たりました。よかった。はい、フリーズしてボーナス。ふう、一安心だね。さあカバネリボーナス誰が選ばれますか。やばい、628 628枚、やった、もう近っ1000枚近い。北斗はもうみんな打ってないですね、左右打ってない、左1、2、3、4つ隣、5つ隣打ってない、だいぶネガティブやな。ちょっとまあ見切り早い気もするけど、まあ、あっち側が強いとなれば傾向が違うもんな。まあ、今日に関してはその2日連続っていうのを今までやったことがないから傾向もクソもないので、だから打ってないんだとは思うんですけど、ちょっとこれまずいな。セーダンジェリーお願い。あ、色矛盾したわ、やったー、危ねえ、これ以上ハマっちゃうとね、しんどいから。投資が16本、頼むよ。7揃わない引こう。久しく引いてないな。揃ってまう、シローラ今度こそ連チャンさせよう、頼むよ、継続して。嬉しい、これ以上ない喜び、青が見えた時の安心感。頼みます、お願いな、継続してくれよ。よし、アップになれ。いやでも大丈夫でしょう。ちょっと怖いもんな。
セリフぐらいじゃな、やっぱ怖いよな。いやでもリンが来ると信じてます。一応中段チリ引こう、頼む。もういや、お願い消えないで。もう北斗難しいな。願わくはなんか天国異常地帯の特殊点滅、あとはテンパイオンとかだね。そもそもがね、一発目の当たりがチャンスボードだったのかが怪しいから、あれ A で早めに引いただけだとしたら、この後に及んでまだ A にいるもありえんのよ。さあどうでしょう。当たり前ですけど、当たり前ですけど、目処が立ったら、目処が頑張っちゃおうか。OK、これでプラス。よし、ちょっとプレッシャーかけていこう。あれ、よいしょ。あー、うわ、なんかえらい行さん持って、え、いっぱい持ってんじゃないですか。小バッグみたいなとこあるじゃん。どこで勉強したんすか、こんな、うん、え、こんな持ち歩いて。そう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 、だってレンがさ終わんないんだもん。うわ、マジかよ。おい、大丈夫か。待って待って。おお。あ、何？めっちゃ出てるっすよ。あ、出てる全然。すごいっすね。大丈夫か、間に合うか？あのこれスロースターターなんですよ、この時点。なんでもうこっから絶対焦った方がいいよ。え、何やってるんですか、ちなみに。え？何やってはるんですか。置き時。置き時？もう多分あれこれ収録の終わりまでこのまま行っちゃうよ俺。大丈夫か？絶対抜かします。よし。565枚で1個しか貯めれませんでした。あと1つでチャンス目1つで貯めきれたんですけど、そこまで持っていけなかったんで、え、こんなチャンスはないというのもありますし、しっかりと次ボーナスにつなげて、でまたチャンス目取って1000枚いけるようにします。もう逃せないよこのチャンス。今チャンス目を引けばいい。大事だね、順押し運命だけど大切だね。この3択を当てれたということは、でも8点もう願うことしかできない。引けてないか。ボーナスはこれ6ゲーム。いやいや、めちゃくちゃ引いてるよ赤ゼリ。早いのよ発展が。5回引いたんですけどね、残念ながら覚醒まで行ってしまいます。引けばいいんですよね、この次の3ゲームで。行きます。行かなきゃ終わるよ、行かなきゃ終わる。私ある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 、本当にある。ヌメ、もうマジちょっと本当にもったいない。
ナイスファイだよ。びっくりした。え、これって、うん、大移動のためにメダルを持ってるわけじゃなくて、違う、ファッションですよね、多分ファッション、ファッションえ、もう体の一部として今こういうえ、そんなクラッチバッグみたいに持つようなものじゃないです。うん、いいですね、神々しいです。頑張ってな、はい、頑張れよ。頑張ります。すごいファッションだったお、待って、ワンチャンあるぞ。一応これ4大注目のうちの一つ。ただ、まあ、死んだで54パーくらいしかないんですけど、ここのね、パネルの色、これね、今オレンジデフォルトなんですけど、これが青だったら激アツです。で、ボインレイのプレミアもあります。今全然強くなかったんやけどな。一応あの三坂美琴ゾーンに入ったんですけど、先を見なし、この変動。さあ、あとはリーチ次第。さあ、真ん中テレスティーナ、チャンスアップ大事よ、本当に。急にチャンスは来たけど、あ、これ赤のミコトはちょっと上乗せの期待アップですね。さあ、タイトルデフォルトで、このさ、レール外国、あ、今ミコトがね、来るんですけど、今のね、ビリビリのやつが来たらミコトのこの上乗せが確定するんですよね。多分1回は来るはず。だ、この時のね、上乗せの数大事。さあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10が一番弱いっす。うわ、これレベル5いってほしいな。さあ、カットインはあえてプレミアカットイン出すように押さないです。ああ、でもあるあるある、赤までいった、ある、うん、赤、ただちょっと足りない、レベル4止まり。ただ10上乗せが弱いんですよね、一番弱い。ワンチャン、くっ、うわ、ちょっと足りへん、あとちょっと、マジで。いや、惜しい、惜しいね。あれ20、あれ30、うい、危ない、な、終わったと思ったろ、バーカバーカ、終わるわけねえだろ、こんなもん。あぶねえ、あぶねえよ。ただもし、なんかちょっと嫌な想像すると引き戻しだった可能性があるから、ここ一発早いのを引いて、実はやっぱり天国でしたが、もうベスト。うわ、これやったか、あれしのいでここでやったか、それがあれ本当に引き戻しだったんじゃないか。30、31、はい、ラスト、ちょうどにもなかったな、これ案の定というかさ、チェリーミーがもう3回のまんまなんだよね。で、ショーミーちょっと全体的に元気がない、沖縄の島に、まあ、分かんないけどさ、まだなんで、ちょっと一回身の振り方考えようか。ここはもう左右2人ずついないんでね、横、それぐらいみんなもうやめようとしてる。北斗をやめたくてみんなうずうずしてるちょっとマジ、俺周りこんなおらんの、まあ、みんな一応ね、離席札みたいな刺した状態でうろうろしてるんで、いやどうしようもねえなっつって帰ってきて回すパターンありますけど、まあみんな結構ハマってるし、56分かりづらいとはいえ、並んでるところかって聞かれると、まあちょっと違うか、さすがに。まあでもここまでみんながやめようとしてくれると余計にやめやすい。国王号すらおらんかった。よし、回り見に行きます。昨日ファンキージャグラーこの辺やってます。
今日も強くね。今日も強いな。だいたい700、800回転ぐらいなんですけど、早くて900回転とか回してるのかな。でも5の6もあるし5の5もあるし、やっぱこれ前日強いとこ強いんかな。まあ何にせよあの北斗打つよりかはこっち打った方がいいかな。どうしたんだよ、どうしたんだよ。僕がえ僕が予想してたお店の状況と違いすぎてですね。そうだよな、誰が悪いの、お前だな。そうだよな、どうすんのじゃあ。大移動します。え、何をしてんすか、牛尾さん。ずっと何よ、何をしてんすか。フラ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 、何何何何、え、あれ自分のじゃないんすか、もしかして。俺のだよ。ただ、はい、ちょっとあの具合はあんま良くないのよ。なるほど、具合はね。じゃどうしようかなと思って、ほら俺今勝ってるから。わ、いいな、勝ってるから、いいな、うん、ただヒデピは当たってねえし、七瀬もまあちょっと戻ってきてたけど、うん、そうっすね、うん、みんなどっこいどっこいな、なんかまだ全然ダメな感じ。一緒にしねえでもらっていい。ええー、悪いけど、ちょっと勝ってますもんね。そうだよ、俺もしかしたらさ、今日これ寝てたら勝てるやつじゃない。問題は台が空いてないっていうところでさ、いやマイジャグとか相当いいよこれ。まあ一旦流そう、一旦流そう。ここでダラダラなんか続けるって結局飲まれてみたいになるのがなんかもう容易に想像がつくからさ、一旦819枚。よし、じゃあ初始貫徹いくか。マジで分かんないっすね。僕が入ると思ったとこほとんど入ってない。調子いいよ、調子いいよ、すごくいいよ。まくれるまくれるまくれる、いきます。ちょっと待って、当たってる。おーくっ、あー言葉が出。次世代型オンラインゲームセンターガポリで、セガサミーフェニックス公認本格派麻雀が遊べる。全国のプレイヤーとガポリコインをかけての真剣勝負。対人戦でしのぎを削りコインを勝ち取れ。そして集めたコインはガポリオリジナル EC サイトで使える。麻雀で稼いだコインでお得に商品をゲットしよう。麻雀するならガポリ。